フランクフルト、ベーブラ線は伏線化及び電化されて、ヘッセン州フランクフルトアムマインとベーブラを結ぶ、幹線鉄道路線である。ハーナウフルダ区間は、ヘッセン3両を立って、近地日川の中流を通過するので、近地日谷線とも呼ばれる。この路線は、ハーナウ、ベーブラ鉄道あるいはヘッセン選定広告の国有鉄道として建設され、ドイツの統一以後、フランクフルト、 ベーブラ鉄道に統合された。この路線は高速列車のために改良されており、フランクフルトとドイツの東部、北部地方を連結する重要な経路である。この路線は、フランクフルトからハーナーまでマイン側の南側に川と並行する。まず列車がマインネッカー鉄道橋を渡ると、すぐにマインネッカー鉄道が分岐する。現在、南駅である旧ベーブラ駅では、 エスバーンのシティトンネルとマインタール方面の線路がそれぞれ分岐する。旧オーバーラート駅の前後にオフフェンバッハ方面のエスバーン観光線がこの路線と並行する。列車は続いてオフェンバッハ中央駅を通過する。エスバーン駅であるオフェンバッハ東駅にオフェンバッハのエスバーン線が交流し、ロートガウ線が南東側へ分岐する。この路線は再び S バーン観光線と共にハーナウまで伸びる。列車がマイン川を渡ると、すぐにフランクフルトアシャフ,フェンブルク線の合流で、ハーナウ中央駅に至る。ハーナウ中央駅には、アシャフェンブルク、バーベンハウゼン、フリートベルク方面の路線がまずこの路線から分岐する。列車が東へ向かい、ゲルンハウゼンの前には、リーセンゲルンハウゼン線はこの路線に合流する。 ハーナ・ゲルンハウゼン区間には、連続列車制御装置と参戦線,線路が設置され、時速 200km の高速運転が可能である。ビルトハイム・フリーデン間に高速列車は、車体系車式車両用保安装置のザブ262システムで制御され、最後速度は、部分的に、時速 110km から時速 130km までの範囲にある。 ベヒタースバッハ駅にはかつてフォーゲルスベルク南部線とバート・オルプ方面の小鉄道が分岐した。後者は現在 600mm の凶気に改築されており、蒸気機関車がその路線に運行されている。列車はキンツヒ川に沿ってシュリューヒテルンに向かう。シュリューヒテルン駅から急線のエルム方面の連結線が分岐して、キンツヒタ線はシュリューヒテルントンネルの向こうへ続く。 列車がフリーデン駅に到着する前にフリーデンゲー運転線はこの路線に合流する。エルムフリーデン間及びシュルヒテルンエルム間はこの路線の急線である。フリーデンから列車はフリーデン側とアウトバーン66号に沿ってハノーファービュルツブルク高速線の元を通過する。この路線は古田側の後で高速線と路沿線と次々に合流し、古田駅に至る。 フルダ駅から高速線、ホーゲルスベルク線がまず分岐して、列車は、主体な上向かいハウネ川と平行に走行する。バートヘルスフェルトまでの区間は50メートルの高低差、ベルクハウントンネルで、建設の難しい経路であり、列車は山の背を貫通せねばならない。この路線は、フルダ川を沿って、ベーブラ駅まで伸びる。その寸前に、ベルリン連結線が分岐してこの路線と、 晴れマイナスベーブラ線を連結する。ベーブラ駅では、ゲーティンゲン、ベーブラ線がこの路線を継承する。ヘッセン選定公国は、カッセルを首都として、フルダ、ハーナウ、フランクフルト自由市の北側地域を環状で取り囲んでいた。1850年代にカッセルは、ヘッセン選定公国の西北地域及ぶ東部地域と鉄道で連結されていた。 ベイブラからハーナウ方面の規制のため、19世紀前半には中部山地を貫通する鉄道の建設が不可能であった。そのゆえにマインベーザー鉄道が先に建設されて、ヘッセン大公国を貫通し3つの国が運営した共同主権鉄道であった。ハーナウはフランクフルト・ハーナウ鉄道の路線がフランクフルト自由市と連結されてカッセルと間接的に結ばれた。 ヘッセン選定広告議会が法案を通過した後に1863年以来鉄道建設は可能となった。ベーブラはすでにカッセルとフリードリヒビヘルムス北部鉄道で結ばれていた。ベーブラからハーナウまでの鉄道敷設計画は進み、この路線はプロイセン時代の初期までベーブラハーナウ鉄道と名付けられた。ヘッセン選定広から外れないよう、経路は ハウネ川辺に選定された。そのため経路は曲線が多い形を持っている。まずベーブラ、ヘルスフェルト間は1866年1月22日開通された。プロイセン併合の以前にフランクフルト自由市はフランクフルトハーナー鉄道の共同使用に反対意見を出した。ヘッセン選定広告が1866年8月23日に プラハ条約により、プロイセン王国へ併合された後、プロイセンは、鉄道が建設プロジェクトを引き受け、ハーナウ方向の建設を継続した。併合直後であった1866年10月1日、ベーブラ鉄道はフルダまで延長された。1868年12月15日に、シュタイナウエルムノイ報復館が完工されて、列車はハーナウ東駅まで走行できた。 フランクフルト方面の列車はフランクフルトハーナウ鉄道とフランクフルト連絡線を経て運行された。当時にヘッセン3両でトンネル建設はとても難しくて費用は高かった。それでトンネルの代わりにスイッチバック区間が建設された。エルム駅は1873年フルダマイン鉄道が開業されるまで折り返し駅であった。 その時もこの路線を通行した列車は、シュリーヒテルントンネルの開通まで、エルム駅で方向を転換せねばならなかった。マイン川北部の鉄道連結は、オフフェンバッハの立場には迂回路であり、特に連結線の通行量が制限されていた。それで1868年すでに、マイン川南部の鉄道を建設して、フランクフルトオフフェンバッハ地方鉄道と接続する計画が立てられた。 しかし、地方鉄道の設備は長距離運送の条件を満たして設計されていなかったゆえ、この路線はザクセンハウゼン及びオフフェンバッハの南の郊外に新たに建設された。ハーナウシュタインハイムにおけるマイン川鉄道橋が1873年に完工され、列車がオフ,フェンバッハ駅、ベーブラ駅を通過し、マインネッカー駅に進入するのができた。 マイン川鉄道橋のため、この路線は、フランクフルトハーナー鉄道会社の鉄道線と交差することとなって、ハーナーでは新しい大きい駅が建設されねば、ならなかった。1874年11月15日に、この路線は、フランクフルトベーブ鉄道と改称された。1875年12月1日に現在では、道路橋である平和橋を経由して、マインネッカー駅に至る、 連結線が開通された。1885年8月1日にマインネッカー鉄道橋が貨物輸送の用途で開通されて、1888年8月以来旅客列車がその鉄道橋を通行している。現在の路線経路がそうして形成された。1884年11月14日に旅客列車がハーナウ東駅で 貨物列車を追突してもう一つの列車を破損する事故が発生し、この事故で22人が死亡した。1900年11月8日に旅客列車がベルリン・フランクフルトロセの D 列車と衝突して、この事故で12人が死亡し4人が重軽傷を負った。ダイナマイトの発明以後トンネル建設技術は飛躍的に発展し、1909年、 シュリュヒテルントンネルの建設が始まった。1914年2月トンネルはシールド工法で完成され、同年5月から列車通行は可能となった。1914年ベイブラ駅の南側に連結線が開通されて、列車はベイブラ駅に停車するのも走行方向を変えるのもなくて、フランクフルトベルリン区間を通行できた。この曲線部分は、 ベルリン連結戦と名付けられた。第二次世界大戦の前にこの路線は、フラクフルトライプツヒク間の鉄道運送の部門で重要な地位を持っていた。戦争中にこの路線は、連合軍の戦略的な標的だったので、例えば1944年12月、シュリュヒテルンとゲルンハウゼンは空襲を受けた。終戦後には、 ハンブルク方面の列車編はマインベーザー線からこの路線に移られた。一方ドイツの分断のためフランクフルト、ライプツヒク間の路線はその重要性を失った。ベルリン連結線の廃止でベルリン行きのドイツ領域通過列車はこの路線を経由してベーブラ駅で機関車が運行方向を変えねばならなかった。1954年4月27日に フランクフルト行きの中距離列車がスカンディナビア特急列車の側面と衝突して4人が死亡し97人が重軽傷を負った。1961年9月電気設備が設置されてアシャフェンブルク発電所とフリーデン変電所から電力が供給された。電化の過程で橋梁は新たな車両限界で そしてシュリュヒテルントンネルの多項室給流は1961年まで1年間ほど回収された。この路線の改良は1970年のドイツ連邦鉄道の回収プログラムの一部だった。回収企画案はドイツ連邦交通計画1973で含まれていた。 改修計画はドイツ連邦交通計画1982は外されたがドイツ連邦交通計画1985には再び登場した。1986年の計画には 55km の区間で時速 200km の速度向上を実現することが含まれた。ラインマイン S バーンのフェンバッハトンネル建設が計画された時に観光船を オーバーラート旧駅ハーナウ区間に建設する法案が検討されたことがある。1989年ドイツ内協会の崩壊と1991年ハノーファービュルツブルク高速線の開通で状況は変わった。ハノーファー駅の優等列車は古田駅から高速線を経由することとなった。アイス列車の規則的な運行の目的で1991年6月に ハイラーイコールメールホルツ・ハーナウ・ボルフガング区間に時速 200km の高速運転は開始された。そして1993年5月、ハーナウ、ハイラーイコールメールホルツ区間は参戦伏線となった。この2つのプロジェクト総費用は2億3000万マルクであった。1992年に東西間の遠距離輸送の部門で IC 列車が導入された。 2004年11月シュリュヒテルンの新トンネルの工事が2007年3月屈作工事が始まった2006年12月施設鉄道のカントゥス鉄道がフルダ・ベイブラ間の地域輸送部門を引き受けることとなった2014年2月と3月に旧トンネルと新トンネルはそれぞれ断線で改築され2014年6月の新トンネルの観光まで列車は 両トンネルで通行した。アウトバーン66号の近く間の工事とともに、ノイホーフの3 3トル区間は2011年末、移設され、停車場区内の許容速度は、時速1 6 0トルまで上がった。2012年4月13日にミュールハイム、ディーテスハイム駅近くの工事現場で、責任者が工事用切り口車を封鎖されなかった線路に配置した。 ベヒタースバッハ域の普通列車が、その工事車両を追突して、普通列車の運転士、帰陸車の二人が死亡した。この路線を経由する高速列車と中距離列車は、以下のように運行されている。地域部門には、フランクフルトブルクハウン区間の運賃システムは、ラインマイン運輸連合により管理されている。ハウネタールのキルヒエン、ベーブラ区間は、北ヘッセン運輸連合の領域に属する。 ありがとうございます。